選挙権なんていう議論は初めからないわけですが、しかし、一市民として選、えー、運動をしてもいいなんて、これまさに、これ、文部科学省の通達とちょっと引っかかってくるような発言ですよ、えー、当時の、えー、鈴木官副大臣、直近では、えー、教職員の選挙活動の禁止等についての通知、これ、副大臣名で出してくれこれ、実は画期的だったんですよね、今まで、初中局長名出ったんです。しかししかか今度はしっかりと ま、北京図事件を受けて、さまざまな問題も受けて、こういう形ですと責任を持って、大臣名、副大臣名出たわけですが、こう書いてあるんですよ、金本さん。教育公務員が、個人としての立場で行うか、職員団体等の活動として行うかを問わず、 これらの規定に違反する行為や、教育の政治的中立性を疑わしめる行為により、学校教育に対する国民の信頼を損なうことがないようにしなければならない。通達出てるんですよ。これ民主党政権で、文部科学省から出てるものですよ。大丈夫ですか、金本さん。金本大臣専務官。<laughs> 今、ご紹介いただきましたのは鈴木副大臣名で今年の2月18日に出されているものでありまして選挙運動教職員等の選挙運動の禁止等についてということでご紹介いただきましたように個人としての立場で行うか職員団体等の活動として行うかを問わず政治的中立性を疑わしめる行為 によって信頼を損なうことのないようにということでございます。吉江君。だから矛盾してるって言ってるんですよ。一市民として、選挙権、非選挙権という立場で、えー、行動を行う、運動を行うのはそこまで禁じられていないというふうに理解しておりますと。しかし今、あなたは文部科学政務官なんですよ。文部科学省から毎回通達が出ていて、教育公務員が個人としての立場を行おうが、団体としての立場で行おうが、 これに違反してはならないとこういう疑わしめる行為はしてはならないだから身分がしっかりと保障されているわけですよねで、この辺の見解さえ曖昧でありますで、だからまあこれもまさに日教組と一緒だなと思うわけで日教組の内部ペーパー誰にでもできる選挙活動先生方に言って、えー、支持依頼は積極的にやってくださいと、えー、個別訪問は制限されていますがたまたま会った時の応援や頼むこと、えー、知人友人 他の要件で人に尋ねたときは選挙の話になり、支持の応援を頼むことは全然できるから、がんがやってくださいと、電話による活動は無制限、自宅でも選挙活動ができますと、とにかく自,宅自分の自宅にポスターを貼るということですね、それから手紙をどんどん活用しましょう、これ、実際の直筆の手紙も先生方の政治活動として提示してまいりましたが、もう一か所、支援依頼は先生は積極的に行っていいのか、えー、電話による活動は無制限なのか。 自宅でも選挙活動ができるのか、手紙をどんどん利用すれば大丈夫なのか、いかがでしょうか、はい、山中外中等教育局長いやあの。公務員、そしてあの教育公務員につきましては、えー、地方公務員法、それから。あの 教育公務員特例法で一定の政治的行為が禁止されておりまして、特にあの教員の場合には国家公、あの政治的行為の制限は、国家公務員並みの規定となっております吉江君。じゃあ、個別にします、えー、実質であれば指示の依頼を先生方、書き添えることができますか、いかがですか。 実質であれば手紙を書いてこの人を応援してくださいという、えー、指示の依頼をすることができますか山中局長これあの、公務員の場合あの、政治的行為の制限と、行為の制限と、それから、えー、政治的目的の制限と両方ございまして、ちょっと今のそこのところの対応関係で。 一つ特定の,あの政治的目的をもって、一定のその,の依頼、政治的行為が制限されているということ、ちょっと、吉井君。もうちょっと具体的にじゃあ読みましょう、これ、日教僧のナイペーパーですからね、政党の政策や候補者の人柄や説明や投票の依頼など、電話による選挙活動は自由にやっていい、先生方、無制限にやっていいですよって書いてるんです。 これは山中局長、どうですか、無制限にやっていいんですか、いいわけないでしょ、山中局長、えーまあ。政治的目的をもって、えーまあ、政治的行為という場合には、政治的目的のために、職名、職権、またはその他の行使の影響力を利用すること等が、まあ、その政治的行為ということで、えー、規定されているものでございます。 吉井君なぜそれができない、もう自己否定です、自分たちの通達と全く違うことを言ってるわけですよ、電話で政党の政策や候補者の人柄の説明を無制限で学校の教員が行っていいんですかって聞いてるわけですよ、これは法律の中身でしたって、だめに決まってるじゃないですか。という話をしているわけですよね、でさらにもう進めます。 えー、上本政務官、記者会見の中で、またこれもすごいことを言っているわけですけれども、国旗、国歌を学校の行事の中でどのように実施するかということについては、それぞれの設置者である市町村や、所属長である学校長が、子どもや地域の実態に合わせて判断するというところは、そういうふうに考えていいのではないかと思っていますと、答えていますが、上本政務官、学習指導要領を否定しますか。 上大臣政務官学習指導要領にのっとって適切に指導されるべきだと考えております吉井君学習指導要領にはどこにもですね、学校行事の中で国旗、国歌を扱う場合は、市町村や所属長である学校長が判断、学校長が判断していいなと書いてないんですよ、これ。そんなこと書いてないんですよ。 あなたは記者会見でそう言いましたが、子供や地域の実態に合わせて判断するんじゃないんですよ。これは指導要領に則っ,って、その扱いを文科省も指導しているわけでしょ。入学式や卒業式における国旗及び国家の扱い。このことについて学習指導要領第5章、これ中学校版です。第3の3では次のように記している。 入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚すると,とともに国家を斉唱するものと指導する、これに基づいて、各県の道の都道府県の教育委員会が通達を出して、教育委員会がこれをしっかり徹底してくださいってやってるのが、現在の公教育の行政の中身じゃないですか。それはあなたはなんて言ったかって言ったら、その地域の状況に合わせて、学校長がその判断をすることは、 私はいいというふうに考えていますということは、これ、文部科学行政の自己否定じゃないですか。それは政務官としてまさに不適格じゃないですか。学習指導要領は守らない。教育基本法は、おかしいと思っている部分がある。あるいは、この、広まる君がよについてはそういうスタンスだ。選挙運動に対してはこういうスタンス、これじゃ、文部科学行政成り立たないじゃないですか。少なくとも、それがダメだというなら国会で審議して、法律や指導要領を変えてからやっていただかなかったら。 法治国家なわけですから、現在ある法律に基づいて政治を行うなんてことは、これは当然の話、それを行えないならですよ、あるいは理解していないなら、そもそも政務官になる以前の問題であろうと、私は思いますけれども、これはまさに政務官としての言葉としては非常に重いですよ、中川大臣、いかがですか、上本政務官、この指導要領に対して理解していないようですかいかがですか、中川大臣。まああの 学習いわゆる国旗、国家の取り扱いについてはです、ね、えー、確かに学習指導要領の定めるところに基づいて、適切な指導が各学校において行われること、このことが大切だということだと思います。まあ、ただ、おそらくニュアンスとして、あのこれの運用といいますか、どのようにそれをその実現していくか、実行していくかということがあるかと思うんです。でそこのやり方については それぞれの,あの校長、あるいは地域でさまざまな機会にさまざまな形でこの国旗、国家の取り扱いというのがあるんだと思うんであので、どのようにしていくかというのは、その細かいことまでこれ,これは求めているわけじゃなくて、それを尊重しなさいよと、でそれをあの指導要領の定めるところに従って指導しなさいよというところは、あこれは もうそそれここ遵守していいくということですが、まあ、運用の幅というのがそこにあるんじゃないかということを、えー、上本さんはあの言われたんではないかというふうに思います吉江君。もう大臣からして、もう分かってないですよね、本当にご理解してるんですか、これは運用、所属長である学校長が地域の実態と合わせて、国旗、国歌、やるかやらないか判断するなんて問題じゃないんですよ。上本さんは、えー 実態に合わせて判断するということは、そういうふうに考えていいのではないかと、それぞれ、それぞれが判断していいのではないかというふうに記者会見をしているわけですから、これ、非常に問題ある、そして大臣の対応も含めて、問題のある、えー、対応だろうと思います、残り5分なので、ちょっと具体的に北教祖についてお伺いしたいと思いますが、本当に北海道教職員組合の問題、事件というのは、つぶさに一つ一つ明らかになりましたが、 これ過去のことではなくて、現在進行形の北京その闇があるわけです。私、何回も何回も北海道に入って、この実態について調査してまいりましたが、まあ、例えば勤務時間中の具体的なファックス、日時も入ったようなファックスも国会で取り上げさせていただいて、それを同化線になってさまざまな問題、日の丸君が代闘争の過激なものとか、あるいは校長を追い詰めるような非常にひどいものとか出てきたわけですが、この内部資料もすごいことですよ、本当に。 吉家宏之ら自民党プロジェクトチームが、また呼び捨てですよ、とにかく同議会に入り、政治活動、勤務時間中の活動に対して、え国会参考人招致、再調査を指示して、えー、同教員も調査しているなど、もろもろ書いて、すごいこと書いてある、全く懲りてないわけですよ、だから調査なさったと思いますけれども、情報提供までに。 やりすぎ、失敗してしまったということと、今回のわれわれの、えー、処分されてものは100%違うと、労使交渉はもちろん、それに不可欠な準備行為は勤務中に行うことは適法であると、校長との労使交渉はもちろん、それに不可欠な準備行為は勤務中に行うことは適法だと言ってる、これ、適法じゃないことは明らかですよね。まあ、して、組合の交渉相手って言ったら、校長じゃなくて、教育委員会ですから、校長と校長交渉で、 まあ、行うなんてことは、これ、これ自体もあり得ない。勤務時間中の組合活動が直ちに違法になるわけではない。何を言ってるんだって話ですよ。その後こう書いてあります。だから胸を張って堂々と新聞にし、勤務に支障を来さない範囲で認め合っている勤務時間の中の組合活動、どこが違法なのかと訴えるべきではないかと。え日常の教職員のえ勤務実態を言った上で、長期休業中は柔軟な勤務対応を取り決めてい、えー、くことが、 大事なんだ主張すべきではない、そして、私文書を勝手に持ち,持ち出した資料に基づき、組合活動に介入して調査する同教委の行為こと、違法だであると、我々は全く悪くないと、勤務時間中の組合活動はいいんだと、これを取り締まる同教委や文科省や吉家がおかしいんだと、延々と言うわけですよ、そして、これもすごいですよ、勤務場所や勤務時間内で組合活動ができない、あるいは学校の機器も使用できない、かっこ、もしするなら。 鍵格好、こっそりと。とすり込まれつつあると。組織としては不当だやめろと主張し、戦わなければならないと。一人一人が怒りを持ち、拳を握りしめ立ち上がろう。握りしめた拳を振り上げ、同教委、文科省、自民党に対して突き上げようと。おおよそ先生たちの話し合いの中身じゃないことが延々と書いてあるわけですね。いいですか文科省は今回、全体の調査に乗り込んだわけですが、校長先生は現場の。 そして、教育委員会は、こういう人たちを相手に調査しなきゃいけないんですからね。そのことを重々承知した上で、しっかりとした後押しをしていってくださいよ。そうじゃなかったら、まっとうに調査しようとしてる人、潰れますからね、これ。こういう人たちを相手に。我々は、どんなに叩かれても正しいことは正しいって言いますが、それは政治家の責任ですが、一方で、先生方は、狭い町の中にいる、同じコミュニティの一人ですからね。その相手方がこういう状況の中で、まあ、えー、大衆、 えー、戦争だとまで書いているわけですよ、これからのわれわれのスタンスとしてはと、そういう状況の中で、文科省が示した基準に基づいて、校長先生が中心になって、聞き取り調査を行っていく、あるいは同教委、司教委が中心になって、聞き取り調査を行っていく、これ、十分配慮していただかないと、私は大きな問題が今回の調査で、また問題というのは、問題行動がということももちろんですが、そうじゃない問題ですね。本当に 調査しようとしたまっとうな人たち、あるいは正直に変えようとしているまっとうな人たちだけが処分されて、そうじゃない人はなんとなく終わってしまうというようなものとか、あるいは広島で起こったような校長がまあ組合にものすごい吊るし上げを受けて、ですよ。その職責さえ全うできず、倒れてしまうような事件が起こりうるぐらいの状態に今あるわけです、だからなるべく早く文科省には会計検査院の前に動いてほしかったわけです。しかしか それを決断しなかった。しかし、まあ、そのときは、えー、大臣は副大臣でしたけれども、今度は文部科学大臣ですから、先ほどから、えー、三重競争の指示は受けていても、おかしなものはおかしい、ぜひ,ぜひで徹底的にやるとおっしゃいましたね。ぜひとも、これは、不退転のきで増税を議論するなら、こんなく公務員の勤務時間中の組合活動は公然と行われているような状況だったら、国民への説得力全くないですからね。この部分に意欲を持って、 取り組んでいただきたいと思います最後に大臣のその決意についてお聞かせください中川大臣え先ほど申し上げたとおりぜ々ひひひで、えー、しっかり